いやー、まさかこんなことになるなんてね。ほんとびっくりですな。びっくりもびっくりよ。だって普通おみくじ引いて出ると思わないもん、大吉。珍しいもんね、大吉が出るなんて。珍しいっていうか、普通の大吉だったら出てもラッキーくらいの感じだけど、あんこが当てたのは花丸大吉の大吉だったんだよね。花丸大吉の大吉さんだったんだよね、まさかの。大吉でーす。しかも偽物なんだよな、明らかに。声は全く似てないもん。え、偽物なんですか？偽物かそうじゃないかなんてどうでもいいんです。絶対に外せないおみくじがここにはある。これ花丸さんの方なんだよね、花丸大吉の。いや、正確には花丸さんの方でもなくて、花丸さんがモノマネしてるカビラじいさんなのよ、それ。ぬむ、あっこまで。ごめんね、ひなちゃん、うちが大吉を当てたばっかりに。仕方ないよ、私も驚いたもん。そもそもあんなスロットみたいなおみくじ初めて見たし。うち視力53番だから大吉が止まって見えちゃって。動体視力もいいんだもんね、そりゃあの程度のスロットは止まって見えるよね。うん、それで大吉が流れてきて、うちこう思ったの。アタックチャンス。だからそれは花丸さんなのよ。いや、花丸さんでもないのよ。そしてそれ私たち世代じゃないからわからないよ、パンコくー。で、その結果花丸大吉の大吉さんが当たっちゃったと。そうなんです。こんなことになるなんて思わないしね。私も大吉を狙えるなら同じことしたよ。でも、ひなちゃんもすごいの当たったよね。いや、私は…っていうか、よく考えたらおみくじで当たったっていうのも変な話だよね。完全にスロットに引っ張られてる。うわぁ、三連ちゃんで今日かよ。大外れじゃんか。見てよ、うち中吉リーチかかりました。マジかよ、俺もう1000円だけかけようかな。次こそ絶対当てるぞ。いいのかもしれないね、ここに置いては。おみくじ、スロットだったし。名前、裏カジノ神社だもんね。裏カジノ神社なんだよな、ここの名前。お参りの時もおかしいなとは思ったんだよね。お賽銭箱の上に鈴の紐なかったし。その代わり DJ が置いてあったんだよね。DJ が置いてあったのよ、お賽銭箱の手前に。仕方ないからカラカラって鳴らす代わりにキュキュッと2スクラッチしてきましたわ。そのひなちゃんのスクラッチを合図に、神主さんと隣のお寺のお坊さんによる MC バトルが始まったんだよね。MC バトルが始まったのよ。フリースタイルのラップに乗せて、神も仏も神もねみたいな攻めたこと言い合ってたのよ。フリースタイルだからね。フリースタイルだもんね。たまにはいいよね、そういう瞬間があっても。で、その後、おみくじやったら当たっちゃったんだよね。当たっちゃったね。あんこは大吉当てて。ひなちゃんは又吉だったんだよね。又吉だったのよ。火花で芸人初の芥川賞を取った又吉さんが出たのよ。又吉だ、ぴょーん。しかも偽物なのよ。まあ、本物だとしても困るんだけど。でも、吉でよかったよね。一応、今日ではないからね。とはいえ、吉って入ってるけど、吉とすら読まないのよ。吉なのよ、又吉は。よし、ちょいとニューヨーク行ってきます。それ、綾部さんの方だよ、あんこ。あ、やべ。綾部さんなだけにね。にしても、又吉って運勢どうなのかもわからないよね。大吉より下とか、小吉よりは上とか。ざっと大吉の方が10個上ですな。10個上？あ、年齢はね。年齢は又吉さんより大吉さんの方が10個上かもだけど。やい、又吉。お前よ、俺に挨拶がまだじゃねえか。ごめんなさい、大吉さん。はは、どうしたどうした。口の聞き方を忘れちまったのか。大吉、さ、ま、だろ、又吉くんよ。すみません。大吉様。絶対しないよ、そんな後輩いびり。大吉さんが10歳上だとしても。まあ、会ったこともないし、あくまでイメージの話ではあるけどもね。多分しない。はぁ、僕イメージブランディングでこんな風に髪伸ばしてるけど、本当はバッサリ切りてぇなぁ。出そうだな。ギリ出そう。確かに多少なりブランディング的な要素あるだろうし、夏とか特に出そう。まあ、会ったこともないし、あくまでイメージの話ではあるけども。さて、この二人どうします？とりあえず、持ち帰ってもあれだし、結んで帰ろっか。そうですな。みんなの花丸大吉のピースを願って、イエイ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。本年もよろしくね。また次の動画で、ね。